劇場版、アタル・ザ・ファースト・ラブ・アンド・ザ・ラスト・キルンは、2013年9月14日、公開の日本映画。2012年に TBS テレビで放送された、中井雅宏主演のテレビドラマ、アタルの劇場版作品かつ続編であり、天才的推理力を持つ発達障害者でさ、万象候群の青年、チョコザイコとアタルの活躍を描くミステリー作品。 最終興行収入18.5億円。本作の漫画家作品がテライアカオン作画により月刊、アスカで連載された。2015年1月2日には TBS 系列にて21時23時24分にノーカットで地上波発放送された。2013年放送のテレビスペシャル第2部で 描かれた事件後、チョコ在庫とアタるは、ラスベガスベラージュホテルの噴水を通じて、窓下からのメッセージを受け取る。同じ頃、ニューヨークや東京で、コンピュータシステムへのウイルスの侵入により、電気系統が爆発を起こす事件が発生し、警視庁では、車椅子の管理官、星秋穂の下捜査本部が設置される。一連の事件は、過去に犯罪歴を持つ者を、 ピンポイントで狙った殺人とわかり、沢俊一ら刑事が前日の事件の経緯から窓かの犯行を疑う中、同様の事件を捜査するアタルトラリー井上を、はじめ FBI の一行が来日し合同捜査を行うことになり、彼らと旧知の中である沢探偵となった海老名舞子は再会する。かつて孤児であった幼い窓かは、 アタル同様にサバン症候群による天才的才能を利用し事件捜査を行う捜査官候補生として引き取られたが彼女からアタルへの影響を恐れたラリーによって FBI を追い出され友人であり初恋の人であるアタルと引き離された後自ら作成したコンピュータウイルスウィザードによってシステムを操り犯罪者に制裁を加えるハッカーとして逃亡中であった 犯人からは次の犯行予告として監禁された元犯罪者の男の映像が送られる。しかし別の現場の消失体とマドかの DNA データが一致し、彼女はすでに死亡していると判断される。星はマドかと同様の能力を持つアタルを疑い、会議を乱す彼の留置を命じる。アタルは映像から監禁場所を割り出すがその場所は偽装で、捜査員に危害が及ぶ。 被疑者不在の中で起きた事件に対し、留置中に、アタルが持ち込んだ PC を操作していたことが、明らかになり星の彼への不信はますます強まる。アタルを理解し信じる舞子は行き通り、彼を救うべく探偵として、操作をする。ラリーはマドかによる、マインドコントロールによって、アタルが犯罪を犯しているとする見解を語り、しかもシステムに残る証拠はアタルへの疑いを強化する、もので、 沢と舞妓は苦戦する。その最中窓川留置場に侵入して、アタルと接触し、二人を引き離した大人たちに復讐するため共に史上最強の犯罪者になろうと誘う。その後彼女が引き起こした保護中の元犯罪者を乗せたヘリコプターの爆発映像を見て歓喜の声を上げるアタルに対し、捜査員たちは暴行を加えて拘束し、星は基礎の手配を命じる。 しかし、新たな調べで DNA などの証拠がマドカによって改ざんされていることが突き止められる。そして爆破が迫る監禁場所を探し出し、マドカのハッキングに対抗して、無事救助に協力したアタルに対し、星は認識を改め謝罪し、彼を釈放する。解放された彼はマドカの潜伏先を探し当て訪れる。マドカは彼女が恨む大人たちの味方をした。 アタルを責めるが、アタルは彼にとって、家族を象徴する、白百合の花をマドかに捧げ、彼女とずっと一緒にいるという。そこへさあと舞子が踏み込むとマドかは逃走し、後にアタルも、彼女を追って、姿を消す。ラリーは、ドかの名付け親である修道女、アリーニに事情を聞くが、彼女は、ドかの心が壊れた原因は自分を含め次々に、 愛する人と引き離されたことによるものだと、マドかとアタルを引き裂いたラリーを責める。舞子たちは、アタルの行方を追い、厚みが鑑識の解析から彼が、アメリカルート66のキングマンに向かったと、知り得うする。キングマンでマドかを探すアタルは彼女に拘束され、銃を持たされ真珠を迫られる。追いつき止めに入った沢と、舞子は、アタルがマドかに拘束を解かせ、 再び離れないと誓う姿を見守る。しかしどかは犯罪者には裁きが下されると語った後、銃で自殺する。当たるは続いて自分を撃つが彼の銃には弾が込められておらず、後を追えぬままその場で失神する。一同のいる病院に着いたラリーは、そこに安置されたどかの亡骸に謝罪するばかりであった。その間、再び消えた。 アタルを探す舞子と、沢は、先ほど窓かが命を落とした道路に、一面を埋め尽くすほど、大量の白百合を捧げる彼の姿を見つける。スペシャルドラマ、アタルスペシャルニューヨークからの挑戦状、までに登場したキャスト。キルビルチャーチテレビドラマ放送時には、初回平均視聴率19.9%の、高視聴率を記録した作品で、2013年1月6日に、 同ドラマのスペシャル版が放送され、そのラストで映画化が発表された。同時に映画公式サイトがオープンした。キャストはレギュラー陣に加え、スペシャルドラマで登場したゲスト岡田正輝と堀北真希が引き続き出演、及び松雪靖子が足に障害を持つ車椅子の管理官という新キャラクターとして登場する。物語はシリーズの集大成となるもので、 堀北が演じるマドかは、当たると同じ能力を持つ友人で、スペシャル版において、犯罪を先導した疑いのある、女性キャラクターマドかをメインビジュアルに据えている。撮影は2013年5月3日から開始され、同年6月末まで撮影を続け、ポストプロダクションに入る予定で制作された。東宝スタジオでは、エビナ家での団覧が撮影されるなどした。 6月4日から9日までは、アメリカ合衆国にわたり、日米のスタッフ総勢131名により5日間のロケが行われた。ラスベガスのメインストリートや、夜間にベラージオホテルの有名な噴水前を4時間にわたり封鎖して、当たるの登場するオープニングシーンを撮影したほか、ロサンゼルス市内、ルート66の砂漠地帯で、 体感50度を超える猛暑とガラガラヘビの生息する環境の中、アタルとマドカが対決するクライマックスシーンを撮影している。また、ルート66沿いでは、エビダ・マイコ役のクリア・マジアキがかつて出演した映画、キル・ビルに登場する教会でも撮影を行っている。全国304スクリーンで公開され、2013年9月14日、15日の 初日2日間で、公衆3億後、529万1、霊園動員28万9558人になり、映画観客動員ランキングで初登場第1位となった。また、ピア初日満足度ランキングでも第1位となっている。同年11月18日時点の累計動員は150万2338人、累計公衆は18億2、 2014年1月発表の最終講習は18.5億円。2014年3月19日発売。発売元は TBS テレビ。販売元はポニーキャニオン。ありがとうございます。